それでは静岡県の大問の7番、2020年大問7番のですね、平面図形の問題解説していきましょう。まず設定から確認すると円があって、5つの点が置かれていると ABCD ですね。で、AC と AD は等しい。まあ、二等辺三角形になってますよ。さらに、弧 BC と弧 CD が等しいと。弧 BC と弧 CD が等しいっていうふうに言ってるわけです。で、さらに弧 AD 上に角 ACB、角 ACB と角、ACE が等しくなるように点 E を取ってますと、ここに E があるわけですね。だから、まあ、弧 DE の情報は今のところ分かんないわけですよ。っていうふうな状態があるときに、次の問いに答えなさい。点の名前はこんな感じですね。で、一応ですね、今与えられている情報からいくつかのことが分かっていて、まずどういうことなのかっていうと、これね、ここの角度とここの角度が等しいってことは、円周角、円周角で、ここのこの長さと、あった、同じマークにしてはいかんな。3本つけよう。ここのこの長さも当然等しくなるはずですよね。弧 AB の円周角と弧 AE の円周角ね。で、さらに、今さ、この三角形 ACD が二等辺三角形だっていうふうに言ってるわけなんだから、弧AC、ね、A から C までのこのちょんちょんちょんとちょんちょんのね、これ合わせた長さと、弧 AD の長さも等しくなるはずじゃない？円周角で、こっち側も円周角ね。ってことは、結果的に、こっからここの長さが等しくって、A から、ね、B までと、A から E までも等しいわけだから、B、弧 BC と弧 DE もやっぱり等しくなるわけですよね。OK。っていうのが、まず条件としてすぐに見抜くことができて、この上で、括弧の1番やっていきましょう。括弧の1番が、さらっとこれはね、触れるだけにしましょう。三角形 BCF 相似の三角形 ADE、三角形 ADE、これを証明してくださいねと。三角形、BCF、BCF と、三角形 ADE、ADE、ここですか、これの相似を証明してくださいねっていうふうに言ってるわけです。やっていきましょう。まずどういうことが言えるのかっていうと、弧 AB の円周角、弧 AE の円周角、これは等しくなってるわけなんだから、当然ここも弧 AE の円周角なので角度等しくなりますよね。で、さらに弧 BC、あ、間違えた、弧 CD と弧 DE のこの長さ同じなわけなんだから、こっから伸びてる円周角とこっから伸びてる円周角も同じはずですよね。ということで、二角相等で相似っていうふうに仕上げてしまえばいいので、まあ、最初に書いたね、ここの弧の長さっていうのが BC とも CD とも等しいですよねってことさえ書いてしまえば、あとはそんなに難しくないのかなと思います。なのでね、記述の方は模範解答等々を見ながらですね、皆さん確認してもらえればなと思います。問題は括弧の2番ですね、条件が追加されてます。 AD が6センチで、BC が3センチの時に BF の長さを求めてくださいねと、これが問題になってるわけですね。1個ずつ見ていくと、 AD か、 AD が6センチ、まあ、だからここも6センチなわけですよね。で、BC が3センチ、BC が3センチ。ってことは、これ三角形 OBC とか OCD とかさ、ODE 考えれば全部合同になることから、ここが3センチだったら、ここも3センチで、ここも3センチって、これ全部わかりますよね。OK。はい、そうしたときに BF の長さを求めなさいだから、まあ比較的簡単に出せるんじゃないのかなと思います。BF があるので、まあ、こっち側に1本追加しといて、こういうふうにしといてもいいのかな。はい。やり方はね、いくつかあって、まあ、どんなやり方をしていただいても構わないんですけど、一旦ですね、ここの部分を X なんていう風に置いておくと見通しが立つと思うので、一旦 X センチって置いておきますね。さあ、そうするとですね、どういうことが言えるのかっていうと、他にですね、いろんな、相似とか、長さが分かる部分とかっていうのがないかなっていう風に見ていくと、今分かったもの全部書いていくか。ここが3センチになってて、まあ、ここも3センチで3センチで、まあ、ここも6センチ、ここがね、6センチで、ここも6センチと、こんだけの情報分かってるわけじゃないですか。で、そうするとね、どういうことが言えるのかっていうと、例えば、どこでやろうかな。これでいこうかな、じゃあ。さ、今ここの部分が6センチ3センチだから1対2になってるわけじゃない。3対6で1対2でしょ。ってことは当然ここも1対2になるはずなんだから、ここの長さって3の半分で2分の3センチメートルじゃ。OK。
OK、同じように考えていく、同じようにというか、それによってこの AF の長さどうなるのかというと、6センチから2分の3センチを引くわけなので、これ2分の9センチになるはずですよね。OK。で、さらには、何使おうかな。これで十分なのかな。うん。でこの後で、まあ、他にいくつか情報を集めていくと、まあ、DF の長さとかが分かってしまえば方壁が使えるのかな、方壁の定理とか使えるし、あるいはこことここの掃除、こことここの掃除とかさ、そういうものが使えるんじゃないのかなと思いますだよね。なので同じ角度集めていくと、この長さが等しいっていうのがいっぱいあるわけだから、ここ×印でしょ、だからここも×印でしょ、丸×が並んでいて、ここもそうだよね、この長さとしてここが丸で、二等辺だから×でって考えていくと、ここか、色がもう足りないな、どうしようかな、あんまり他の色は使いたくないんですが、ちょっと緑とかで見ていくと、よいしょ、ここの三角形ってさ、二等辺三角形になってるの分かりますかね、この三角形と相似なんですよ。なんでかっていうと、ここの弧 CD っていうのが今バツ印がついてるから、ここバツ印になるじゃない、だからバツがあって、このね、この細長い三角形、バツがあってバツがあると、いいですか。でここの角度は共有してるわけだから相似になってるわけね、これとこいつがね、っていうことは二等辺三角形になってるわけじゃん、こいつが二等辺だから、だからここも3センチなわけです。Okay、ということで、あとは何をすればいいのかっていうと、まあ、そうだな、X たす3が何とかになるとかっていうふうにやっていただいても結構ですし、もしくはこれかな、まあ、僕はやっぱりすぐ方壁を使いたくなっちゃったので、方壁の定理についてですね、まだちょっと学習していない方は動画の概要欄につけてありますので、方壁の定理やってみてください。 X×3 が2分の 3×2 分の9、これで済むんじゃないのかなと思います。ということで、こいつを計算すればおしまいなので、 x イコール4分の9かなっていうふうに出てくるのかなと思います。そしたらね、もうちょっと効率よく解く方法もあるのかななんていうふうに思うんですが、情報がね、いっぱいありすぎるので、まあ、いろんな解法が取れるんじゃないのかなとは思います。まあ、好きにやってもらえればいいんじゃないですかね。はい、ということなので、まあ、大事なところは何だったのかっていうと、弧 DE の部分っていうのが他の弧の長さとね、等しくなったっていう一番最初に言ったことに気づきさえすれば、あとはね、そんなにこう解法の選択肢で悩むことってのはないのかなとは個人的には思います。うん、他にもなんか本当にいっぱい解き方ありそうだもんね。うん、まあ、なのでね、好きにいろいろ解いていただいていいと思うんですけど、まあ、こういう問題解くときにね、大事なことはあんまりうんうん考えすぎるんじゃなくて、しっかりと手を動かしていって、これとこれ掃除じゃないかな、これとこれで式立てられないかなっていうのはね、いろいろ実験してみることが大事なんじゃないのかなと思います。